今回は小さく始めよう、自分らしい事業を手作りできるマイクロ企業メソッドという本をご紹介します。本書は単に金儲けのための起業ではなく、自分自身の可能性を追求しワクワクする人生を歩むための指南書です。世に挑戦したり市場を独占するような大それたことを目指すのではなく、あくまで自分に焦点を当てているところが特徴的です。著者の斉藤徹氏は、幸せの本質は他者の悩みを解決し心から喜んでもらうことで循環するものであると説いています。そのために必要な技術や知見を磨き、懸命に努力を重ねること、しかし同時に好きなこと、得意分野から出発することの重要性も強調しています。嫌いなことは脳が拒絶するため、自分の可能性を追求する際には好きや強みを起点にすべきだというのです。そうすることで豊かな人生への近道を歩めると説かれています。かつて企業には計画書を立て、資金や人的資源を揃える必要がありましたが、近年のテクノロジーの進化により事業作りは劇的に変わったと指摘されています。お金や時間、苦悩を必要としない代わりに小さく始めることが重要視されています。最新の理論をベースに隙間時間を活用しながらワクワクする事業に取り組めば良いとのことです。そこで着目すべきは自分の真の目標、すなわちセルフコンコーダントゴールを探ることです。これは心理学者のタルベン・シャハー博士が提唱する自分の真の欲求に基づいた目標を指します。彼の手順を参考に、自分がやりたいこと、心から本当にしたいことを選び出していくと、セルフコンコーダントゴールが見えてくるでしょう。さらに著者はポジティブ心理学の知見に基づき、外的な目標ではなく内的な目標を持つことの重要性を説きます。お金や出世、有名になることなどの外的目標は未達成への不満を生み、結果として幸福度が低くなるのに対し、親密な人間関係や自己成長、社会貢献などの内的目標は幸福度を高めるといった調査結果が紹介されています。自分の真の目標を見つけるための問いとして、例えば小さい頃何が好きだったか、最高の気分を味わえるのはどんな時か、自分の人生で重要だった出来事は何かなど、13の質問が掲げられています。これらを自問自答しながら掘り下げていけば、おのずとセルフコンコーダントゴールが見えてくるはずです。このように本書は、起業を目指す際の大前提として、自分自身の価値観や欲求、強みなどを再確認し、自分らしい目標を設定することの重要性を訴えかけています。そうした内なる探求から、導き出された目標に向かって、小さく着手し、少しずつ前に進めば、やがてワクワクする人生が実現できるはずです。テクノロジーの進化で小規模な企業も現実的となった昨今、本書に示された方法論は大変有意義なものと考えられます。